はい、こんにちは、メリープの本木です。今日はサマーカップの、予選1回目ですねの様子をこの、ソクラチコ横浜館内よりお届けします。現在すでに開会式が始まっておりますね。本日の予選には10チームですね、ご参加いただいております。もう常連のトップランカーのチームから、最近新しく結成した、新チームまでですね、非常にたくさんのチームに、ご参加いただいてます。さあ、いよいよサマーカップ予選開幕です。さあ、ここで本日の対戦表ですね、見てみましょう。今回はですね、全部で10チーム参加いただいていて、第1ブロックと第2ブロックにそれぞれ5チームずつ、分かれてリーグ戦を行います。各ブロックですね、上位2チームが決勝トーナメントに進出します。で、決勝トーナメント、準決勝から始まりますが、そこに勝利をすると本日は2チーム、本戦への出場権を獲得するので、準決勝に勝利すると、本戦への出場権獲得というような形になります。はい、サマーカップ予選最初の戦いは第1ブロック第1試合ですね。和心 VS エクスペンダブル。さあ、和心は前大会のスプリングカップ、最後の予選勝ち上がりということで、非常に新しいチームなんですけども、非常にどんどん力をつけているチームですね。で、対するエクスペンダブルズの方はもう、稼働の本当に最初の頃から、出場してくれているかなり、古参で強豪チームなんですけどもね。さあ、皆さんエントリーの方大丈夫ですか？まあ、新しいチームと古参のチームどちらが勝つかという対決ですけれども、さあ、準備ができたようです。和心対エクスペンダブルズ、さあ、先制は4枚抜きですかね。和心が1点先取しております。さあ、パラメーター的にはシールドには振らず、全員攻撃を重視しているような形でしょうか。さあ、1点ずつ点を重ねて2対3。さあ、1点加えて3対4。さあ、4対4の点数が並びました。さあ、ここから1対1ポイントリードの4対5。さあ、和心の方はシールド1でもしっかりと使っていくような戦い方、一方エクスペンダブルはもうシールドは使わないで、攻撃重視ですね。さあ、ちょっとシールドが効いているのか、徐々に点差が広がってきて、和心が8対6リードです。さあ、9対6。さあ、残り間もなく20秒で追いつくことができるか。ああ、和心強いですね。さあ、残り4点ですが、追いつくことができるか。さあ、点差広げて15対10。さあ、このまま終了。おっと、16対11で和心勝利です。まず第1戦では熱帯の和心の勝利です。おめでとうございます。いやー、1回目からかなりの反撃した試合でしたね。ありがとうございました。次の戦いは第2ブロック第1試合、スラムディーバー対花より酒です。はい、それでは第2ブロックの第1試合ですね。スラムディーバーはもう言わずと知れた、強豪チームですけれども、ワールドカップの2017準優勝ということですね。スプリングカップも、予選は勝ち抜いて、本戦出場を決めているチームですね。
はい、一方花より酒の方は、こちら新しいチームですね。はい、それでは、ビギナーズカップの、1回目ではですね、見事3位に輝いたチームですので、サマーカップ予選でもいい戦いができるんじゃないでしょうか。第1試合始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ダスラムディーバーバーサス花より酒。ダスラムディーバーがシールド貼っていって、花より酒も1枚シールド貼ってますね。さあ花より酒の方は1人、中選手ですかね、シールド2に振っております。さあちょっと一方的になってきましたね。6対0さすがスタンディーバーといったところでしょうか。本日衣装が緊張したみたいで、気分一新戦い臨んでると思いますが、やはり強いですね。さあただ追い上げてきましたね。段差派手より先の方も、4点取ってきています。さあ間もなく残り20秒というところで11対4両チームともシールドは、まあ、しっかりとうまく使っているんですけど、やはりヒット率の差でしょうかね。さあこのまま終了で15対9でスラムディーバが勝利です。さて次の戦いですが、第1ブロック第2試合、イトワズ VS ノエシスです。それではお願いします。さあそれでは始まります。イトワズ VS ノエシス。さあイトワズの方は、最近始めた新しいチームですね。ノエシスの方は、ワールドカップ、スプリングカップ両方出場している強豪チームです。さあパラメーターの方はどちらも同じような形ですが、若干、ノイシスの方がスピードを優先しているようなパラメーターですね。さあ序盤制しているのはやはり強いノイシスですね。さあ点差は広げていって3対9。ああやはり強いですね、ノエシスの方は。さあやはりヒットレート、球数ともにノエシスの方が上回ってきていますね。すごいですね、勝利選手 60% 超え。さあ残り20秒、ヒットワーズの方はだけどまで得点伸ばしたいところですが、あやはり強いですね、ノイシスは。さあここで終了、8対27でノイシスが勝利しました。すごいですね、勝利選手7340ポイント、ヒットレートも 59.09%。 はい、大丈夫ですね。それではレッツサイド準備するバーサスブルーサイド。次の戦いはヒューブリス VS 性別迷子。ヒューブリスの方はワールドカップ2017に出場していた各チームのメンバーとかがですね集まってできた新チームで、スプリングカップにも出場していますね。スプリングカップでは3位ですねに輝いたチームです。一方性別迷子の方ですね、こちらも、かなり昔から波動をプレイしていただいているチームですけれども、前回スプリングカップの方はですね本当あと一歩というところで
出場を逃していますね。なので今回のサマーカップはかなり気合い入っているんじゃないでしょうか。さあヒブリス VS セベツマイコです。さあ先制点取ったのはセベツマイコですが、すぐ追いついて1対1。さあステータスはセベツマイコは全員3-3-3-4ですね。オーヒブリスの方はアンディ選手は2-3-4-1というパラメーターですね。さあいい勝負ですね。5-5。さあどんどんと点を取って8-5、9-5、ヒブリスがだんだんと差をつけていきますね。さあセベツマイコとしてはちょっとついていきたい。後半戦に向けてなるべく差は小さくしたいですが、さあなかなか点差してしまいませんね。14-9。さあ残り20秒。さあアンディ選手がしっかり避けててうまいですね。さあ点数は18-10でヒブリス勝利です。アンディ選手が全然ヒット食らってなくて KO もなかったんじゃないですかね。さあ次の戦いですが、あなたって時たま土の香りがする対エクスペンダブルですね。あなたって時たま土の香りがする、略してあなつちですが、こちらもですね、ワールドカップは出場してるんですけども、スプリングカップの方は、本戦上がることができず悔しい思いをしているので、サマーカップにかける思いというのはですね、本当に非常に強いチームです。さあ一方エクスペンダブルの方は、2戦目ですね。初戦は、惜しくも和心に、16-11で、敗れるという形なので、もうなかなか、決勝トーナメント進出を目指す上では負けられない戦いになってきますね。さあ始まります。あなたと言った土の香りがする VS エクスペンダブル。さあどちらが先制点取るでしょうか。さあ点取ったのはエクスペンダブルですね。さあステータスはほぼ一緒ですね。さあそうですね、序盤は渋さん選手と鈴木優也選手は非常にヒットレートが高いですね。2人とも、前角に立って、点を取っていくというようなスタイルでしょうか。さあ夏地の方後半追い上げていきたいところですが、さあ4点差5-9。さあそうですね、もうちょっとヒットレートを上げていきたいところですね。夏地の方はさあ7-11。さあ残り10秒。さああと3点差夏地追いつくことができるでしょうか。さあここでエクスペンダブルズはシールド張って逃げ切り体制、このまま終了で9-13でエクスペンダブルズが勝利です。さて次の戦いは、バチャゴナピーポー対、花より酒の対決です。バチャゴナピーポーの方はワールドカップの2017王者、スプリングカップは、準優勝という、まあ、現在本当最も実績のあるチームですね。
さあいつものエンジンを組んで戦い臨みます。はい、最終の計測終了です。さあ花より酒の方は、先ほど1戦目で、スラムディーバと対決して、惜しくも敗れてますので、ここもかなり強豪チームですけど、どういう戦いを見てくれるんでしょうか。さあ始まりました、パジャマのピーポー対花より酒。さあパラメーターはパジャマのピーポーは全員3331ですね。さあやはり強い4対0。さあ花より酒はここから巻き返すことができるんでしょうか。さあやはり動きがいいですね、ジャブラの方は。さあ点差はまもなく30秒というところで10対1、回転返して10対2。さあ高台選手のヒットレートが非常に高いですね。さあ13対3の13点リード。さあやはりしっかりシールドを使っていって盤石の試合運びですね。さあ15対5でパジャゴのピーポーが勝利です。さて次の戦いですが、和心 VS 糸和図という比較的、新しいチーム同士の対決ですね。ただ和心は、スプリングカップにも出場してますし、初戦ですね、エクスペンダブルズ相手に勝利を収めてますので、第1ブロックは決勝トーナメントに進む、かなり本命ではないでしょうか。まあ、そんな和心に対して糸和図がどのような、戦いを見せてくれるのか楽しみですね。それでは試合を始めたいと思います。よろしくお願いします。さあ和心 VS 糸和図、それでは行きましょう。さあ先制点取ったのは和心。さあ和心はシールドをしっかり張ってきてますね。さあ1人ヘチコ選手が、シールド2に振ってますね。かなりヘチコ選手の前にシールドを集めて、まあ、その間にしっかり点を取っていこうという作戦でしょうか。さあ作戦がうまくいったのか、点差は3対0で和心がリードしています。さあもうヘシコ選手は最初にシールドを使い切ったんですね。さあ徐々に点差詰めていってますが、まあ、和心もしっかり突き放していきますね。10対5、残り30秒です。さあ DU 選手、和心の DU 選手が非常にヒットレート高いですね。さあやはりこう和心実力本物ですね。強いですね。さあこのまま、さあ最後点を取って17対9、和心の勝利です。さあ次の戦いはですね、あなたって時たま土の香りがする VS、ノエシスという対決です。さあ穴土 VS ノエシス始まります。
さあこの両チームどちらも同時期にチーム結成していますので、ちょっとライバル意識っていうのは非常に強いんじゃないでしょうか。さあ先制点取ったのはノイシスですが、この後点重ねて2対2同点です。さあナッツの方は最近、シールドをですねしっかり使っていくという戦い方が、できてきているので、シールドをしっかりと使ってきてますね。一方ノイシスはシールドを使わず、もう攻め一辺倒という形ですが、さあパラメータも 4-3-2-1 の選手が2人いて、かなり、攻撃力を重視した作戦ですね。打点は7対6、1点アナチリードという形で残り20秒です。さあ次の1点どちらに入るのか。さあナッツだ。さあ8対7、9対7。さあ10対8でアナチスの勝利です。さあ次の戦いは、わちゃごのピーポー対性別迷子です。わちゃごのピーポーの方はなんと新メンバーが加入しておりますね。ユーリ選手、どうやらこの試合に、初めて、大会としては初めてですね、出場するようです。さあ始まります。バチャゴナピーポー対性別迷子。さあ先制点はバチャゴナピーポーですね。どういう戦いを見せるのか非常に楽しみですね。プレイヤーナンバーが3ですね。さあただ点数としては性別迷子はリードしてますね。2対4。さあただここで1点差に詰め寄ります。さあここで並んだ。さあ残り40秒。さあシールドを展開していきますね。さあここで点数を重ねて8対6。さあ徐々に点差広げていきます。さあやはり後半点差を伸ばしていきますね。お邪魔のピーポー。さあ有利選手も初めての大会とは思えない、戦い作りですが、さあここで終了。14対9でわちゃごなピーポーが勝利です。14対9で絶対のわちゃごなピーポーの勝利です。おめでとうございます。新メンバーの有利に一番ポイントが高いですね。さあ次の戦いは、イトワズ VS エクスペンタブルスです。さあここまでイトワズは、0勝2敗、エクスペンタブルスの方は1勝1敗、決勝トーナメント進出に向けてはどちらも、負けられない戦いになります。はい、それでは終了です。大丈夫ですか。ケイリスありがとうございます。では試合を始めたいと思います。イクちゃんお願いします。さあ、レッツタイムイトワズ VS エクスペンタブルズの試合。さあ、イトワズ VS エクスペンタブルズ。試合開始です。さあ、先制点はエクスペンタブルズ。さあパラメーター的には両チーム一緒ですね。3-3-3-1、1人、2-3-4-1、1人、4-3-2-1ですかね、1人というようなパラメーターです。さあやはり試合経験豊富なエクスペンタブルズがリードを広げてますね。さあイトワズの方は
後半に向けて立て直していきたいところですが、さあどちらもシールドは使ってないですね。さあここでクッペンタルズが1枚シールド出しました。さあまだまだ30秒ありますのでね、糸端の方も挽回ができると思うんですけども、さあ点差は4点差、7対11というところで残り10秒。さあ後半点伸ばしていきますね、クックンダブルズ。さあ8対16、さあ最後点入れて8対18でエクスペンダブルズの勝負です。8対18でエクスペンダブルズの勝利です。ありがとうございます。ちょっと糸端チーム疲れが見えますね。さあ次の戦いですけれども、ヒュブリス VS 花より酒という対決です。花より酒はここまで、スラムディーバーに15対9、ワジャゴナピーポーに15対5と、非常に強豪チームと当たってますので、まあ、同じくちょっとヒュブリスも強豪チームなんですけど、どういう戦い見せてくれるでしょうか。さあ始まります、ヒュブリス VS 花より酒。さあ花より酒の方はシールドを展開していきましたね。さあ中選手がシールド3、ミキティ選手がシールド2と、非常に守備的な戦い方ですね。さあただヒュブリスの方点取っていきますね。4対1、さあ1点取り返して4対2。さあ花より酒の方はシールド展開している間に点を取っていきたいですが、さあ点は残り40秒で6対4。さあ前線してますね、花より酒の方。さあただシールドがなくなる後半戦ですね。どれだけ食らいついていけるかというところですが、さあ9対6、さあ残り20秒。さあ試合はどう動くのか。さあいい戦いしますね、花より酒の方は。さあここで1点入ったのはヒュブリス。さあやはり後半最後点取られてしまいますね。さあ13対8でヒュブリスが勝利です。さあただ花より酒いい戦い方しましたね。いい試合でした。さあ次の戦いですが、あなたってとっても土の香りがする対糸端の試合です。さあここまで穴土が1勝1敗、糸端の方が、0勝2敗というチームの対決です。それでは穴土ご案内の糸端の試合始めたいと思います。いっちゃんお願いします。さあ始まります、穴立てとくともつつながりがするバーサス糸端。さあ先制点いきなり4枚抜きですね。花土が1点リードです。さあパラメータは両チームも一緒ですね。3331が2名、2341が1名。さあ点差は広がって5対2ですね。さあやはりアナスの方は、シールド1ですけれども、しっかり使っていくようなスタイル。さあやはり経験の差が出てる感じですかね。13対6アナスが、大量リードです。さあ、レッツサイドアナスの
さあ、糸数、もうちょっと点取っておきたいですね。さあ、ここで試合終了、22対8で、あなたって時と土の香りがするが勝利です。すごいですね、島田選手6780ポイント MVP も総なめですね。さあ、次の戦いは、ワチャゴナピーポー対ヒュブリスという非常に、強いチーム同士の戦いですね。さあ、先ほどのスラムディーバー VS ヒュブリスの戦いですが、ちょっと機材トラブルによって再試合という形で、後に回っているので、現在まだヒュブリスは1戦ですね。その戦いが2戦目になります。大丈夫ですか？それではレッツアイドワチャゴナピーポーバーサスヒブリス。ここまでワチャゴナピーポーは2勝ですね。ヒブリス1勝。さあ、始まります。ワチャゴナピーポー対ヒブリス。さあ、シールド展開していくのはやはりワチャゴナピーポーの方ですね。高台選手は2人振ってますね。さあ、先制点はワチャゴナピーポー。さあ、点差広がって4対0ですね。さあ、ワチャゴナの方はしっかりとシールド張りながら戦ってますね。さあ、やはりワチャゴナピーポー強いですね。先ほど初戦迎えたユーリ選手も、引き続き出場しますが、いや、しっかり高いヒットレート、 30% 前後のヒットレートをしっかり出せてますね。強いですね。さあ、残り間もなく15秒でヒュブリスがだんだん追いついてきてますね。7対5、8対5。さあ、点差重ねる。さあ、追いつくことできるかヒュブリス。さあ、惜しい。さあ、最後追い上げましたが10対8、ワチャゴナピーポーの勝利です。ワチャゴナピーポーの勝利です。さあ、ここでちょっと対戦表を見てみましょうか。現在第1ブロック1位なのが和心ですね。2勝0敗。現在2位が、あなたって時と土の香りがする、2勝1敗ですね。で、同じく、勝ち点で並んでいるのがエクスペンダブルズが2勝1敗で並んでますね。さあ、第2ブロックの方が現在、3勝0敗のワチャゴナピーポーが1位、2位が2勝1敗、先ほどワチャゴナピーポーに、まあ、惜しくも敗れたヒュブリスが2位につけてますね。ただまだスラムディーバが、試合数少ないのでまだ分からないですね。さあ、次の対決ですが、和心 VS ノイシス。こちらもかなりの好勝負が期待できる対決ですね。さあ、現在和心が2勝0敗、ノイシスが1勝1敗。さあ、ノイシスとしては決勝トーナメント進むために和心を撃破しておきたいというところでしょうか。はい、試合です。さあ、どうですか？ OK です。ありがとうございます。それではレッツサイド和心バーサスブルーサイドノイシスの試合始めたいと思います。いくちゃんお願いします。さあ、始まります。和心バーサスノイシス、参りましょう。アドイマイトラさあ、和心しっかりとシールド張ってますね。シールドを張ってまいりました。
さあローゼ君選手とヘシコ選手がシールド2に振って両サイドしっかりともう3枚これ使い切ってましたね。ちょっと面白い戦い方ですね。さあこの間に点取っておきたいところですね。ワンコロとしてはさあただノイシスが点を重ねていく展開ですね。さあ2対3。さあロゼ君選手まだ1枚シールド残ってますね。さあ後半戦40秒ですが点差は4対5でノイシス1点リード。さあ追いついた5対5。さあワゴコロ1点リード2点リード。さあ強いですねワゴコロ。シールドがなくなってからも、まあ、不利なパラメーターでしっかり戦えてますね。さあここで最後シールドを出して逃げ切りと追い打ちをしていきたい。さあ追いついた9対9。さあ残り10秒といったところで次の1点どっちに入るのか。さあ1点ずつ重ねますがノイシスが1点リード。さあワゴコロは追いつけるか。引き離す10対13でノイシスの勝利です。さあいい勝負ですね。さあ最後ノイシスがしっかりと勝利選手ですかね。さあヒットレート1位は塩塩選手すごいですね 57%。 はい、次の戦いはスラムディーバ対性別迷子。スラムディーバーは先ほどのヒュブリス戦がちょっと再戦という形で、最後に行いますのでまだ一戦ですね。1勝0敗で臨んできています。対する、性別迷子の方が現在、2戦していって、両方とも負けてしまっていますね。さあこの両チームはどちらも、古参のチームで過去何度も対戦しているチームだと思いますのでお互いある程度手の内は分かっているかなと思うんですけど、性別迷子一勝を挙げることできるんでしょうか。さあ性別迷子 VS スラムディーバ。さあ先制点はスラムディーバーですね。さあただ1点すぐ取り返します。スラムディーバーの方は全員3331、性別迷子は、2341、3421、3331というパラメーターです。さあやはり序盤戦重ねていくのはスラムディーバーですね。さあシールドをしっかりうまく使いながら攻撃をしていますね。さあ、スラムディーバの方はシャート選手、かなり強いアタッカーの選手が、前衛で両サイド動きながら戦い、女性陣2人ですね、リー選手とショー選手は後ろで戦うというようなフォーメーションですね。やっぱりフォーメーションがしっかり機能していると強いですね。さあ残り間もなく10秒というところで14対8。さあスラムディーバの方はシールドを徐々に展開しながら守りながら戦うという盤石な試合運びで16対9でスラムディーバの勝利です。さあリー選手がすごいですね。6060。さあここで、対戦表を見てみましょう。第1ブロックですね、かなり混戦ですね。アナチチ、ワゴコロ、ノイシス、エクスペンダブルズが全て、2勝1敗と並んでいる大混戦ですね。次行われるアナチチ VS ワゴコロ、これでかなり、決勝トーナメント進出、決まってくる試合ですね。はい、ということでフィールドでは両チームの準備を現在しております。さあそれでは試合の方を始めましょう。お願いします。さあ試合始まります。アナツチ VS ワゴコロ。
こちらの戦い勝利したチームが決勝トーナメント出場になりますかね。おそらくさあ両チームシールドをしっかり貼っていきますね。さあワゴコロの方はヘッド選手が今まで通りシールド2に貼ってますが、さあしっかりあの筒の方もシールドを率先して壊していきますね。さあ3対2、さあ追いついて3対3。さあかなりいい戦いですけれども、さあヘシコ選手はもうすでにシールドはないですね。後半に向けて花土が挽回してくる展開になるんでしょうか。さあ7対7同点。さあまもなく残り時間が30秒というところで、さあ次の1点どちらに入るのか。さあワゴコロ1点取った。さあ花土追いつきました。そしてリード、さあ残り20秒。さあすごい戦いですね。さあ追いついたワゴコロ、さあすぐリードをする花土。さあ次の1点、あさあワゴコロ、さあ並んだ。さあ次の1点どっちに入るか。さあおっと、すごい、最後1点もぎ取ったのはワゴコロ。さあすごい戦いですね。さあそうですね、ヘシコ選手シールド振ってるのに 41% 叩き出してますね。さあすごい戦いでした。さあ次の戦いはワチャゴナピーポー対スラムディーバーです。でも非常に好カードですね。始まります。ワチャゴナピーポー VS スラムディーバー。さあスラムディーバーの方はやはり、全員3-3-3-1というステータス、シャート選手が全員T 選手と小選手が後衛というようなフォーメーションですね。さあ点差はここで1点入って5対3。さあ点差広がって6対3。さあスラムディーバーの方がここでシールドを3枚展開してきましたが、しっかりすぐ対応していきますね。ワチャゴナピーポーの方ですね。あやはりいいですね。高大選手も高瀬選手もしっかり動きながら、ほとんど食らってないですね。さあここで点差は11対7。さあこのまま終了。11対7でワチャゴナピーポーの勝利です。さあ高台選手非常にいいポイントを出してますね。さあヒットレートも 33% すごいですね。さあ次の戦いは、ノイシス VS エクスペンダブルズの戦いです。こちらの戦いで勝利したチームが決勝トーナメント進出になる試合ですね。それでは一緒お願いします。さあノイシスバーサスエクスペンダブル、さあ試合開始です。さあ先制点はエクスペンダブルズ。さあここで追いついたがすぐ突き放すエクスペンダルズ2対4ですね。さあ非常に4番の宇野ちゃん選手がヒットレート4番高く進んでますね。
さあ点差広げるエクスペンダブルズ、さあ3対9、さあ後半追いついていきたいノイセスですが、さあ残り30秒追いつくことができるんでしょうか。さあ6対12、さあシールドを展開していくのはエクスペンダブルズ。さあ後半残しているシールドを使い切って逃げ切り体制図ろうかという戦い方ですが、さあすごいですね、シールド分厚いですね。さあ真ん中残り10秒、7点差。さあエクスペンダルの試合運びがうまいですね。さあここで試合終了、8対16ですね。決勝トーナメント進出決めたのはエクスペンダブルズです。さあ次の戦いは、性別迷子対花より酒、ね、ここまで両チーム、参戦してまだ、1勝も挙げられていないというチーム同士ですので、1勝をかけて戦うというような対決になりますね。さあ間もなく試合が始まります。性別迷子対花より酒、さあ始まりました。どちらが一勝を手にするのか。さあおっとちょっと衝突ありましたね。はい、いきなり4枚抜きをされてしまいましたが、さあ2点目も性別迷子が入れました。さあ3番のポンちゃん、非常にヒットレート高いですね。さあ花より酒は、まあ、しっかりとミッキー選手と中選手がシールドを2と3に振っているので守備的な戦い方をしていますが、さあシールド展開しているうちに点取りたいところですが、すぐ性別迷子は壊していきますね。さあ依然ポン選手非常に高いヒットレートキープしてますが、さあ点は10対2、残り20秒というところで、さあ花より酒食らいついていきたいところですが、さすが性別迷子試合巧者ですので、うまい戦い方をしてますね。さあこのまま試合終了で11対6で性別迷子が勝利です。さあ次は予選ブロック最後の試合ですね。第2ブロックの戦いなんですけども、先ほど1回行ったスラムディーバー対ヒュブリスなんですが、ちょっと機材トラブルのため、再戦という形で、最後に、試合が組まれております。スラムディーバー対ヒュブリス、さあくしくもこの勝負に勝った方が、2位通過という形で決勝トーナメントに進むことができるという形になっております。さあ始まります。予選最終試合ですね、スラムディーバー対ヒュブリス、こちらの勝利したチームが決勝トーナメント進出となります。さあ先制点はヒュブリス。さあ2追いついて1対1。さあスラムディーバの方は全員が3331、ヒュブリスの方がアンディ選手が2341、それ以外の2人が3331というパラメーターですね。さあ点差は4対、さあ点を取って4対6、4対7、ヒュブリスが3点リードになってます。さあ間もなく後半戦というところで、さあ点差は4点差、5点差とヒュブリスがリードしています。さあやはりマエピー選手のヒットレートが非常に高いですね。
60% 前後というところで、さあ残り20秒でスラムディーバーを打つことができるか。さあ10対14、久しぶりスワシールド最後張っていきますね。逃げ切り体勢でしょうか。さあスラムディーバー3点差返せるか。さあこのまま3点差で勝利したのはヒューブリス。ヒューブリスが決勝トーナメント進出です。さあこれで予選ラウンドが終了しました。第1ブロック1位通過を果たしたのはエクスペンタムルですね。得失点差の上1位です。2位が和心、第2ブロックの方が1位が全勝で通過したワチャゴナピーポー、2位が先ほどの戦いで勝利したヒュブリスという形です。第1ブロック、決勝進出まず1位エクスペンタムルズ。第1ブロック1位通過がエクスペンタブル、2位通過が真心、さあそして第2ブロック、こちらも発表したいと思います。第2ブロック第1位通過ワチャゴナピーポー。さあ第2ブロック1位通過は全勝でワチャゴナピーポーです。全勝ですね。はい、そして2位通過がヒュブリス。さあそして2位通過がヒュブリス。はい、以上このチームが決勝リーグ進出となりました。で決勝リーグなんですけど、さあ間もなく決勝トーナメントが始まります。決勝トーナメント1戦目はですね、第1ブロック1位通過のエクスペンダブルズ対第2ブロック2位通過のヒュブリスという戦いになっております。はい、じゃあ今回の予選大会は2チーム本戦出場権を得ることができますので、この試合に勝った方が本戦出場権を獲得するという非常に大事な一戦になっております。決勝トーナメントは2セット選手になります。先に2本勝利したチームがその戦いを制するという形になります。それではヒッチャーお願いします。さあ決勝トーナメント1戦目、エクスペンダブルズ対ヒュブリス、試合開始です。さあ先制点はヒュブリス。さあ点を重ねて 0対4、1点返して1対4ですね。さあマイピー選手のヒットレートが非常に高いですね。さあ徐々に追いついてきますね、エクスペンダブルズ。さあ4対5、さあただ点を重ねていくのはヒュブリス。さあ点重ねていきますね、ヒュブリス。さあ5対11、残り30秒。さあヒュブリスの方は、マイピー選手と部長選手が、対するエクスペンダブルズの方が、鈴木優也選手が、比較的前衛で左右に動きながらという形ですかね。残り10秒、10対14、点差は縮まりましたが、ヒューブリスの方がシールドを展開して逃げ切り体勢。さあこのまま終了、11対17で第1セット取ったのはヒューブリスです。それでは2本目始めていきましょう。お願いします。さあエクスペンダブル対ヒブリス2セット目です。それでは参りましょう。さあこの勝負にヒブリスが勝つとヒブリスの本戦出場が決定になります。さあ先制点はエクスペンダブルズ。
ただエクスペンダルズの方が今度は作戦変えてきましたね。ユウヤ選手とシムさん選手がシールド3という両サイドにシールドを立っていく展開ですね。はいですね、序盤にシールド展開できている間に3点先取してますね、まあ、現在3対2。さあ後半戦残り1枚ですね、シールドある中でどうやって戦っていくかですね。さあ点はここで同点に追いつきました。さあ1点リードはヒブリス。さあここで最後の1枚ですね、シールドを展開してこの間に点を取ってリードを奪っておきたいが、点取ることができるか。さあすぐ割られてしまう。さあ逆に点を取ったのはヒブリス。さあ残り15秒というところでウィスコンシンダブルズが点を取ることができるか。さあだいぶ戦い方変えてきたんですけれども、最後わずかにヒブリスがリードしたまま追い上げましたが、ここで試合終了、9対10でヒブリスが勝利です。さあこれでヒブリスが見事本戦出場権をゲットしました。ということで準決勝勝者、決勝進出はヒブリスです。ありがとうございます。さあ次は決勝トーナメント2試合目、第2ブロック1位通過のワチャゴナピーポー対第1ブロック2位通過のワゴコロという対決です。決勝は出たりはしない、気持ちは気持ちいいぐらい。さあワチャゴナピーポーの方はタカさん選手、高大選手、そして新加入メンバーのユーリ選手という3人で臨むようですね。はい、継続終了です。いくちゃんどうですか？ OK、 はい、ありがとうございます。一方和心の方がペシト選手、ロゼ君選手、あとこちら津軽ジャム選手、ケンタロウ君選手ですが、登録名津軽ジャム選手ですね。さあ始まります、バチャゴナピーポー対和心、まずは第1セット目です。さあワチャゴナピーポーがシールドをまず展開してきましたが、高台選手が 3-3-2-2 とややシールドに振っているパラメータですね。さあここでワゴコロがなんと3点先取しましたが、すぐワチャゴナピーポーが1点返す、1点返す。さあ2対3ですが、加点入れて2対4。さあ序盤からかなり点取り合いの展開ですが、さあワゴコロ強いですね。さあワゴコロはシールドを一切使わず、もう攻め一辺倒という形の戦い方ですが、さあ 4-3-2-1-2-3-4-1-3-3-3-1 というワゴコロのパラメーターですね。さあ強い。さあワチャゴナピーポーは両サイドシールド展開していきながら戦っていきますが、さあただ残り20秒でおそらく点詰めていくでしょう、ワゴコロ。20秒でワゴコロをどれだけ耐えることができるか。さあいい試合ですね。さあ次の1点大事ですが、さあワゴコロが入れた。さあ残り10秒。さあまさかワゴコロがワチャゴナピーポーを倒すのか。さあ残り5秒。さあこのまま終了。これはかなりジャイアントキリングですね。ワチャゴナピーポー相手にワゴコロがなんと1セット目先取しました。さあそれでは2本目に行きましょう。いくさんお願いします。いやワチャゴナピーポー対ワゴコロの戦い第1セット目、大方の予想を裏切りっていう形ではちょっと失礼なんですが、ワゴコロがセット目を先取しました。さあワゴコロはすごいやっぱチームワークがいいですね。こうやって今も、試合には出てないんですけども、トゥルー選手がしっかりとアドバイスを送っていますね。はい、終わりです。さあ、ワゴコロの方は、チームメンバー変更してきてますね。
津軽三味線健太郎選手に代わって DU 選手が入ってきます。さあ、和食のピーポの方はメンバー変わらずですね。さあ、和食のピーポ対和心2セット目、試合開始です。さあ、和食のピーポは何としてでもこのセットを取り返したいところですね。さあ、和心がシールドを貼っていきますね。さあ、パラメーター的には試合目と和食のピーポは変わらないですかね。小田選手がシールド2に振ってます。さあ、ヘイシコ選手のヒットレートが非常に高いですね。さあ、点差は3対3同点。さあ、4対4追いつきました。さあ、ロゴロの方は4、3、2、1が2名という形ですね。この4、3、2、1、1人のヘシコ選手のストレートが非常に高いですね。さあ、点差は6対5、7対5。さあ、2点リード。さあ、後半戦は心を追いつくことができるか。さあ、残り10秒。さあ、いい試合でした。さあ、1点差、1点差まで追いつく。さあ、和心1点差を、さあ、ただ和チャゴナピーポが点差を広げて第2セット取ったのは和チャゴナピーポ。さすが王者というところでしょうか。しっかりと取り越していきました。さあ、ユーリ選手が活躍してますね。さあ、それではさあ、セットカウント1対1で並んで本戦出場権の行方は最終セットにもつれ込みます。エントリー状況どうでしょうか。さあ、まもなく第3セット目が始まります。はい、ありがとうございます。それではラスト3本目いきましょう。お願いします。さあ、和チャゴナピーポーの方はメンバーチェンジはないですね。さあ、始まりました。さあ、和心の方は、メンバーが変わってヘシコ選手、DU 選手、津軽三味線、ケンタロウ君選手という形ですが、パラメーター的にも和心は少し変えてきてますね。さあ、2422、3331、2341というパラメーターです。さあ、点差は2対2。さあ、両チームともシールド2の選手がいるという形で、シールドの使い方が大きな鍵を握ってくると思いますが、さあ、点差は4対5。さあ、5対5追いついた。さあ、取っては取り返しての展開ですね。6対6。さあ、残り40秒後半戦入るところですが、さあ、ここでワチャゴナピーポーが3点差まで広げてくる。さあ、和心ここから取り返すことができるか。さあ、9対7。さあ、1点差。さあ、最終セットも接戦にもつれ込みますが、さあ、残り20秒切ったところで和チャゴのピーポーが3点差。さあ、最後詰めることができるのが和心。さあ、このまま3点差縮めることができないのか。さあ、点差は広がる。さあ、このまま1点ずつ取り合って14対11。最終セット制したのはワチャゴナピーポー。見事サマーカップ本戦出場権を手にしたのはワチャゴナピーポーです。さあ、ただ和心もすごいいい勝負を王者ワチャゴナピーポーに対してしてくれました。
戦ってゲームまで決まったんですけど、1位通過っていう、誇りを大事に取り上げたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では対してヒブリスと意気込みをお願いします。とりあえずメンタルいろいろやられてましたが、まあ最後でね、確定してるわけなんで、最後は気楽に楽しんで倒せればいいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。そうですね、本日1位と2位のチームはサマーカップ出場、本戦出場権を獲得となりましたので、両チームともすでに獲得をしておりますが、今日のとりあえずまず1位通過、2位通過を決めたいと思いますので、両チームともによろしくお願いいたします。それでは決勝戦1本目、レッドサイド、ワチャマラピッポーがいよいよ決勝戦が始まります。両チームともにレイ。はい、それではただいまに30秒ずつ開始いたします。では全て両チームともすでに本戦の出場権は獲得してますが、プライドをかけて、それでは1位の座をかけて戦うというような決勝戦ですね。キムス、1本目始めたいと思います。行きましょう。さあ始まります。ワジャゴナピーポー対キムリス、第1セット目です。それでは行きます。ハロー。キブリスの方がシールドを1枚展開しましたね。マイピー選手と部長選手はシールド2、おじゃむなピーポーの方は高台選手がいつも通りシールド2ですね。3-3-2-2というパラメーターです。キブリスの方はマイピー選手と部長選手が両カードでいやいや厚めのシールド張りながら、前カードに立って戦うという戦い方でしょうか。ただ点数取っているのはジャガナピーポー第2で、ジャガナピーポーがリードしています。さあ後半戦どういう戦い方になるでしょうか。ジャガナピーポー有利選手が非常にストレートが高いですね。最後で3点、ワジャブナピポがリードしております。さあ残り10秒。さあ点差広げていって、さあ点差広がりますね。14-5で、第1セット勝利したのはワジャブナピポです。有利選手が MVP ですね。さあそれでは次の試合に行きたいと思います。デバイスにヒントを動かします。さあ、まもなく2セット目が始まります。はい、ありがとうございます。さあ、決勝戦2セット目が始まります。バジャグナピーポー対キブリス。さあ、この戦いでバジャグナピーポーが勝利すると、予選大会優勝が決定します。さあ、ただ先制点取ったのはキブリス。さあ今度ヒュブリスの方はですね、23412名、3331が1名という形で、先ほどの、シールドを使っていく戦い方とはちょっと変えてきているようですね。さあ得点は3-2で、さあ4-2で1点リードはワチャゴナピーポー。さあ徐々に点差が広がっていって7-3。さあ、ワジャブナピーポーの方はもう一貫して同じような戦い方ですね。さあ、残りが20秒というところで得点は9-5。さあ、やはり強いですね、ワジャブナピーポー。さあ、4点差詰めることができるか。さあ、ここで試合終了、10-6で2セット目を制したのはワジャブナピーポー。サマーカップ予選大会優勝を決めたのはワジャブナピーポーです。ということで、日本選手勝利した1日はワジャブナピーポー。
移りたいと思います。では、まあ、まず、本日の2位、キブリス前にお願いいたします。あなたもキブリスでしょ。私持ってきてみたいな。はい、ではじゃあください。まだまだ予選大会続きますので、ぜひ、皆様もご参加ください。じゃあ今日はこれで終わります。また次回の予選大会でお会いしましょう。バイバイ。